る。あ、アスカ、どうぞ。アス、見回りご苦労だった。そうか。そうか、よかった。ところでどうだった？何か異常はあったか？とにかく今は限界態勢を敷いて頑張らなければな。今度こそ私たちは何としてでも襲撃犯たちを捕まえねばならないのだから。じゃあ今日はご苦労だった。もう帰って。アス、あの、なんでもない。きっと疲れてるんだろうから、やっぱりいい。じゃあもう帰っていいぞ。る。兄様、ミルカ、お帰りなさい。ル、どうしました兄様？うん、ええ、どっちも用意はできていますけど、お風呂に入るんでしたら、もう私がお流しすることはできませんので。最近思ったんです、もういつまでも兄様にべったりしていたらいけないなって。兄様には好きな方がいるんですから、私そろそろ兄離れしなくちゃいけないかなって、そう思ったんです。ミルカの好きなものを多く作った甲斐があったわ。ドゥあ、それはミルカがあまり辛いものを食べられないからです。ル、いいじゃないですか。ドゥー。
っちはどうですか？ちゃんと兄様の好きなものも作ってあるんですよ。はい。いいえ、最近はあまり来られませんよ。兄様が忙しいみたいだからってこの前会った時に言っていましたけど、なんだかちょっと心配ですよね。でもなんで私だけだと会いに来てくれないんだろう。悲しい。そんなことは決してさせない。そのために危険を承知でわざわざ動きを見せたのだから、私は必ずビンの元に戻ってみせる。そのためあの裏切り者ディアンをどうにかしなければ。あの男サージェス・アルグレーンの時はこちらの指示に一見従ったふりをして結局のところ勝手に動いた。殺せる者なら殺したいところだ。この時期にあの男を失うのは正直きつい。ただでさえロアーネの侵攻に伴い続々と同志が不安を訴えかけてきているこの時期、しかしあんな男にほんの少しでも頼っているのかと思うと虫唾が走るな。あの男よりは使えるかと思っていたシエラも、あなたに話したいことが。話す？ではいつもの方法で話し合いますか？え？ちょっとやめ。やめて。私があなたにそう言われてやめたことなどありましたか？で、私に話すとは。あもうこんなことはやめて。こんなこと、例えば？私を責めるようなことはもうやめて。例えばこういったこととか。うわっ、そうよ。あなたは楽しんでいたみたいじゃないですか。でも、もうやめてほしいの。私は先ほど、私があなたにやめろと言われてやめたことなどないと申し上げたばかりですが。でも、私はあなたにどんなに壊されてももうあなたの言うことは聞かないわ。もう裏切らない、決めたの。それで私のことを裏切るのですか？そう思ってくれて構わないわ。あなたは私のことを必要としているのかと思っていましたが、それは違うのですか？そんなわけないじゃない。何を言っているのよ。そうでしょうか。あなたはいろいろと命令されて嬉しかったのではないですか？
図星だ。そうですよね。あなたが何より欲しているのは好きな男でも贅沢な生活でもなく自分の飼い主なのですか。そんなこと。誰か命令してくれる人がいないと不安になるのでしょう。自分では何も決められないものだから。あなたがディオンに不満を持ったのは当然ですよ。あの男はあなたに命令など特にはしなかったのでしょうから。別にそんなことが原因なんかじゃないわ。確かにもともと好きだったわけではないのでしょうが、でもわざわざ夜遅くまで外出していたのは彼の気を引くためだったのではないですか。自分を叱って縛りつけて欲しかったのでしょう。あなたはきっと私が現れたときさぞかし嬉しかったでしょうね。バカ言わないで。あなたと会って嬉しいだなんて思ったこと一度もないわよ。でも満足はしていたはず。私はあなたにとっていい飼い主だったと思います。命令をした後にはちゃんと餌をあげていたのだから。シエラ、飼い主の手は噛むものではないですよ。そうしたらどうだ。あうん。あなたは身に染みてよくわかっているはずです。おとなしくなった。わかればいいんです。ででも、でも私にだって誇りがあるの。昔からの友達を傷つけておいて平気な顔をしていられるほど恥知らずじゃないわ。どうなるかくらい想像がついている。それでも私はもう決めたの。絶対にこんなことはやめるって。私たとえ死んでもあなたには従わない。おとなしくしていればいいのよ。しかも、よりに戻って今は時期が悪い。読みが少し甘かったか。これではどんな拷問も聞きそうになる。さて、どうするのか。一体何をするのか。この女にとって、本当に良いのか。の、何をやっている？シエラ、レイチア様。今一体何を。シエラとお話をしていただけですよ。嘘を言わないでください。今確かに。だとしたら何ですか。あなたに死の子の言われる筋合いはありませんよ。今なんと。裏切り者は私に口を聞くな。裏切り者って、なんだそのことを。貴様ごときにそうされるほど我が軍が見くびられているのかと思うだけでも屈辱的だ。情けなくなってくる。そこまでおっしゃらなくても、許断を下すべきでしょうか。それは。どうぞご自由にご想像ください。あなたの好きなように。待ってください。レイティア様。待つ。何を。考えてもみてください。今あなた方が私を失ったらどうなります。この今にも同志たちの結束が崩れ去ろうとしている時にあなた方まで大変な事態に追い込まれるのは自明のことじゃないですか。あなた方をかくまうことに特に力と金を注いでいるのはこの私なのですから。それにつけ上がっているというわけか。もう少しあなたは考えて行動した方がいい。目先のことばかりにとらわれているようですが、
なことはない。私はちゃんと先々のことまで考えている。だから現に現に何です。いや、今の言葉を忘れてください。私は安全策など決して練っては。そういうことですか。でも確かに今あなたにいなくなられては少々困りますね。そう、いなくなられては。何を。人を脅す手段などいくらでもある。あなたには何が一番いいのでしょうね。レイティア様。遅くならないようにしてくださいね。